こんにちは。シンプリーヨガ30分心のクラスを行っていきます。担当します、福永です。よろしくお願いいたします。こちらのクラスは30分間で基本線を意識しながら心と体をリラックスさせていくクラスです。無理をせずご自身のペースで休憩を挟みながら行ってみてください。それでは基本姿勢からご紹介していきます。まずは両足、親指と親指を揃えて立ちましょう。両足の人差し指が平行にまっすぐ正面を向くようにします。足の指先はパッと開いて床へ。必要な方はかかととかかとの距離を離していただいても結構です。足裏4点で床を押す意識を持ちます。まず1つ目は親指の付け根、2つ目かかとの内側、3つ目小指の付け根、4つ目かかとの外側、この4点で床を押し土踏まずを引き上げるように意識をしましょう。足と足の間には薄い紙を挟み込むように内ももを使います。股関節内側から外に開いて、尾骨、お尻の一番下の骨ですね、は体の中央に向けるように意識をしてお腹を引き上げます。そのお腹を伸ばすためにもう一つ胸を引き上げましょう。両胸は鎖骨の中心から開くようにして、首肩はリラックスをします。ただアーサナーです。すべてのポーズの土台となるポーズです。常にタダーサナーを意識してポーズを作っていきましょう。それではつま先を斜め45度程度外に開き、両足人差し指が平行にまっすぐ正面を向くようにかかとを離します。だいたい拳 1.5 から2個幅程度になるかと思います。右手を腰の前側に添えましょう。吸いながら左手を上、肩が上がらないように肩を下げて首筋長く、首の周りにスペースを空けておきます。吐きながら体を右側へ倒していきましょう。この時に骨盤が左にずれないように注意をします。腰の付け根、脇腹の付け根から体の側面を伸ばしていく三日月のポーズです。吸いながら姿勢をまっすぐ戻しましょう。吐いて左手腰の前、吸って右手を上、首の周りにスペースを確保したまま吐きながら体を左側へ、脇腹を大きく開き、その脇腹に新鮮な空気を入れ、心と体を温めていくポーズです。体の側面で弧を描くようにポーズを続けます。吸いながら姿勢をまっすぐ起こしましょう。吐いて両手を楽に下ろします。吸いながら両手を正面、肩の高さへ、吐きながら遠くの椅子に腰掛けるように膝を曲げ、お尻を後ろに引いていきます。横から見た時にお膝はつま先より後ろに意識をしましょう。椅子のポーズです。肩を下げ、首筋を長く保ちます。両足裏で床を押し、吸う息で姿勢まっすぐ起こして、吐いて両手を下ろしましょう。吸って両手を前、吐いて遠くの椅子に腰掛けるように膝を曲げて、両足、お膝が内股にならないように注意します。股関節を開いて、つま先と膝の向きを揃えましょう。下半身を温め、全身の代謝を上げていきます。
両足裏で床を押し、吸いながら姿勢をまっすぐ起こして、吐いて両手を楽に下ろし、足を揃えたタダーサナに戻りましょう。親指を揃えて、人差し指を平行にまっすぐ正面、姿勢を整えます。右手、右足首を掴んでいきます。吸いながら足首を掴み、吐きながら、その足を左足のももの内側に添えます。この時にぐらつく方、左右の腰骨がずれて、高さがずれてしまう方は、足の高さをふくらはぎの内側か、指先床に触れる高さに調整しましょう。バランス安定した方から胸の前で合掌です。両足裏で床を押して、股関節を開き、お尻をしまって、お腹胸を引き上げましょう。立ち木のポーズです。吐きながら両手を下ろし、足を楽に下ろしましょう。基本の姿勢に戻ります。左手、左足、吸いながら足首をつかみ、吐きながら左足を右足に添えて、左右の腰骨の高さ、同じ高さですか？おへそはまっすぐ正面向けておきましょう。バランスが安定したら胸の前で合掌です。左のお膝を床方向に向けるようにイメージして、右の腰骨を少し引き上げましょう。よりご自身に集中をしていきます。吐きながら両手を楽に下ろして、足を下ろし、基本の姿勢になります。では、横向きの姿勢になりましょう。足幅を腰幅に開いたタダーサナです。拳 1.5 から2個幅程度。両手を腰の前側に添えましょう。両足、お膝を緩めます。足の付け根から体を前に倒して、両手を楽に床につきます。その手を一歩ずつ前に歩かせて、体を斜めまっすぐ一直線。手首の真上に肩が来るようにしましょう。両手は少し広く保ちます。吐きながら座骨を天高く向けて、背中を斜めまっすぐ一直線にしていきます。背中、腰が丸くなる方は、かかとを引き上げ、お膝を緩め、その分背筋をまっすぐ伸ばしましょう。下を向く犬のポーズです。吸いながらかかとを引き上げ、吐きながらお膝を一度マットについて、呼吸を整えましょう。両手、指先を開いて、手のひら全体で床を押すように意識します。足は腰幅のまま、つま先を立てたらもう一度、吐く息に合わせ、座骨を高く。お尻からかかと方向へ下半身、もも裏、ふくらはぎを伸ばします。お尻から手の指先方向へ脇腹を伸ばしていきましょう。吸いながらかかとを引き上げ、吐いて少しお膝を緩めましょう。一歩ずつ手を足の近くに戻しながら、かかとを床につけます。お膝曲げたままで結構です。両手を腰の前側に添えて、吸いながら背筋をまっすぐ伸ばして、その姿勢のままゆっくり顔を上げ、体を起こします。吐いて両手を楽に下ろしましょう。足は腰幅のままで結構です。
もう一度タダーサナを確認しましょう。足の指先開いて、足裏4点で床を水式です。お腹は胸を引き上げたら、両手を腰の前側に添えましょう。両足を膝を緩めて、背筋まっすぐ保ったまま、吐きながら足の付け根から体を前、ももの前側とお腹をピタッとつけたら、両手を楽に床へ。頭も重りのように重たく床に沈めていきます。両膝は十分に緩めたままで結構です。股関節を緩めることを優先しましょう。前屈のポーズです。一度心と体、呼吸を落ち着かせます。両膝緩めたまま、両手を腰の前側に添えましょう。吸いながら背筋をまっすぐ伸ばして、その姿勢のままゆっくりと体を起こしていきます。吐いて手を楽に下ろしたら、呼吸を整え、ではこの後は四つ這い姿勢から入っていきます。四つ這い姿勢を作りましょう。両手肩幅、手の指先は開いて床へ、手首の真上に肩が来るようにします。両足は腰幅です。肩の位置が手首の真上からずれない程度、一歩ずつ足を後ろに引いて、体を一直線に保ちます。板のポーズです。お腹を引き締め、肩甲骨周りの筋力を高めていくポーズです。両膝をマットについて、一度呼吸を整えましょう。もう一度同じポーズを作ります。手の指先は開いて、手の指、手のひら全体で床を水式を持ちます。では両膝をマットから離して、体を斜め一直線に。この時も足裏は壁に押し付けるようなイメージで、タダーサナを意識しましょう。股関節を少し開いて、両膝を真下に向けます。呼吸をゆっくり繰り返しましょう。吐きながら両膝をマットにつきます。一度四つ這い姿勢で呼吸を整えましょう。ではうつ伏せになっていきます。おでこをマットにつけて、両足つま先までまっすぐ伸ばします。足をぴったりと閉じましょう。股関節を少し内側から外に開き、両手胸の横、そこから少しお腹に近いところへずらします。吸う息に合わせ胸を起こし、顎を上げ、目線を眉と眉の間に向けていきましょう。コブラのポーズです。上体反らしにくいようであれば、両手肩の近くに戻していただいて結構です。お腹を伸ばすイメージで上体を起こしましょう。吐きながら一度おでこ、体をマットに戻しましょう。呼吸を整えます。両手もう一度同じ場所に戻して、胸より少し下ですね。吸う息でお腹を伸ばすように上体を起こしましょう。ぜひ胸を大きく開くことも意識してみてください。胸を広げることで深い呼吸へと導き、より前向きな心を身につけていきます。吐きながらゆっくりとおでこをマット、体をマットに戻し、両手胸の横について体を起こしていきます。四つ這い姿勢を作りましょう。両膝、腰幅、つま先を寝かせて
親指と親指同士を合わせます。かかとの上にお尻を乗せたら、吐きながら足の付け根から体を前に、腕、おでこ、楽にマットにつけましょう。腰、背中を丸く丸めて、体を小さく小さく見せていきます。子供のポーズ。一度呼吸、心と体を休めます。吸いながらゆっくりと顔を上げ、体を起こしていきましょう。起きたらそのまま楽に腰を下ろしてください。両足をまっすぐと伸ばします。右膝を立てて、その膝を外側にパタンと倒して、かかとを少し体に引き寄せましょう。この時におへその向きが斜めを向かないように、まっすぐ正面、両足伸ばしていた時と同じ方向です。反対足はつま先を上に向けましょう。必要な方はお膝緩めていただいて結構です。座骨で座るように意識をしてください。吐く息に合わせて足の付け根、薄い髪を挟み込むように体を前に倒していきます。足と足の間に顔をうずめるようなイメージです。足に顔をつけるポーズ。ご自身が心地よい伸びを感じられるところまでで結構です。吸いながらゆっくりと体を起こしましょう。吐いて足を入れ替えます。左膝を立てて外側に倒し、かかとを引き寄せます。おへそはまっすぐ正面、重心左右均等に乗せておきましょう。反対足をつま先上に向けたら座骨で座ります。吐きながら足の付け根から体を前へ、ももの裏側、そしてふくらはぎの心地いい伸びを感じましょう。日頃の足の疲れを癒していきます。吸いながらゆっくりと体を起こしていきましょう。では再度、四つ這い姿勢を作ってください。今度は、楽に四つ這い姿勢を作っていただいたら、足首を曲げ、つま先を立てます。お膝をマットから離して、お尻を持ち上げたら足を内側に入れ込みましょう。反対足は少し後ろにずらして、つま先までまっすぐ伸ばしていきます。左右均等に重心を真ん中に置いて、重心が安定した方から体を前に倒していきます。鳩のポーズです。もし窮屈な方は後ろ足を少しお膝曲げていただいても結構です。吸いながらゆっくりと上体を起こしましょう。後ろ足、つま先を立てて、お尻を持ち上げ、左右足を入れ替えます。後ろ足は足の付け根からまっすぐ後ろつま先まで一直線になるようにしましょう。左右均等に重心乗ってますか？重心真ん中で安定した方から体を前に倒しましょう。ももの外側、お尻の筋肉を伸ばします。そして股関節周りの可動域を広げていくポーズです。
ゆったりとした呼吸とともに体を深く沈めていきましょう。吸いながらゆっくりと体を起こします。後ろ足、つま先を立て、お尻を持ち上げて前の足を抜いて、一度膝をマットにつきましょう。ではもう一度お膝を持ち上げます。右足を手と手の間へ、後ろ足はお膝をついてつま先まで抜かせましょう。両手、前の足に手を添えます。お膝がつま先を越えない程度にとどめておきましょう。後ろ足の甲で床を押すようにイメージをしてください。足の付け根、ももの前側を伸ばしていくポーズ、猿のポーズです。では両手、指先をついて、後ろ足、つま先を立ててから、お尻を持ち上げて左右入れ替えましょう。後ろ足はつま先まで抜かせます。両手、前の足に添えて、後ろ足の甲で床を押せてますか？心地いい伸びを感じましょう。両手を楽につけます。後ろ足、つま先を立て、お尻を持ち上げて前の足を抜いたら、楽に両膝をマットに乗せましょう。それでは仰向けになっていただいて、次のポーズを作っていきます。仰向けになったら、一度両足まっすぐと伸ばしましょう。右膝を立てます。そのお膝を左手でつかみましょう。左のお尻を少し右側にずらしながら、右膝を左手の方へ倒していきます。右手は肩の横、まっすぐと伸ばします。目線、右の肩へ。呼吸が窮屈な方は目線天井でも結構です。上から見た時に体がまっすぐ一直線になるようにしましょう。そして両肩は重たくマットにつけておきます。仰向け、ねじりのポーズです。吸いながらゆっくりと体をまっすぐ、ご自身のペースでお尻の位置も戻していきましょう。左膝を立てます。右手でお膝をつかみ、右のお尻をずらしながら、左足をお膝を倒していきましょう。左手は肩の横、まっすぐと伸ばして、目線を左の肩へ。腰回りの心地いい伸びを感じます。また胸の広がりを意識して、呼吸をゆっくりと繰り返しましょう。吸いながらゆっくりと足を戻していきます。体をまっすぐ一直線に戻しましょう。一度両足を伸ばします。では右膝を立てます。右手で右足の付け根をつかみましょう。左手で右膝抱えるように、お膝を胸に近づけていきます。でこの時に腰骨の高さがずれないように、右手で足の付け根を下に押すように意識しながら、お膝を胸に引き寄せていきましょう。
き寄せた足のつま先を伸ばし、反対足はつま先天井、ガス抜きのポーズです。ももの前側でお腹をマッサージするようにイメージしてください。余裕があれば両手でお膝を抱えます。吐きながら手を楽に外して足を戻しましょう。左手左足の付け根、右手で左のお膝を抱えるようにお膝を胸に引き寄せます。腸内環境を整えていくポーズです。お腹のガスを、いらないガスを抜いていきますね。吐きながらゆっくりと手を下ろし、足を下ろしていきましょう。ではそのままシャバーアーサナに入っていきます。両足を楽に伸ばして、両手は体の横、手のひらを天井に向けたら、脇の下に少し空間スペースを空けましょう。まぶたを閉じて、ご自身の呼吸に耳を向けていきます。深い呼吸を繰り返しましょう。新しい新鮮な空気で心と体を満たし、新しいエネルギーで満たしていきます。ただまぶたは閉じたままで結構です。ゆっくりと目覚めの準備をしていきましょう。手足を少しずつ動かして、片膝ずつお膝を立てます。両膝を右側にパタンと倒して、体も右側へ向けましょう。顔の前に手をついて、ゆっくりと手の力を使って体を起こします。楽な姿勢でおかけください。以上でシンプリーヨガ30分心のクラスを終了します。30分間いかがでしたでしょうか。ぜひシンプリーヨガ30分体のクラスも体感してみてください。お疲れ様でした。